大畑瀬戸の大島大橋歩道から見た連続トラス、大島大橋は、山口県柳内市と大島郡総大島長官の大畑瀬戸に架かる橋。1976年7月4日に、日本道路公団により、一般有料道路、大島大橋有料道路として開通し、その後1987年6月1日に、山口県道路公社へ事業譲と、 1996年6月1日に召喚期間満了により無料開放となった。1976年土木学会田中賞、作品部門受賞。大畑瀬戸は最大流速10ノットの急流であるため、世界初となる多中式基礎の上に連続トラスを設置する構造が採用された。橋の東側には歩道が設置されており、徒歩や自転車で渡ることができるほか、 ここから渦潮を眺めることもできる。本土側で山陽本線を呼び、国道188号をまたぐため、大畑瀬戸に沿って走る列車の撮影ポイントとして知られる。映画などのロケ地としても知られており、J-POP バンド 175R の空に歌えばのプロモーションビデオに登場したほか、映画、ときめきメモリアルでは、ラストシーンを含む様々なシーンで、 ロケ地として使われた。大島大橋の開通により、日本国有鉄道が大畑駅小松交換に運行していた大島連絡線が廃止されている。橋下下部には、屋内広域水道企業団の管理する送水管、並びにエネルギアコミュニケーションズ及び山口情報スーパーネットワークの管理する光ケーブルが付設されており、送水管は本土から八代島に送られる。 上水道の感染となっている。2018年1月11日には、送水管の次手部が、金属疲労により破断し、島内のほぼ全域が断水となる事態が生じた。さらに、同年10月22日には、ドイツの海運会社、オルデンドルフキャリアーズが所有する、貨物船が橋桁に衝突し、送水管、光ケーブルが破断して島内が断水し、 インターネット回線が普通となる事故が起きている。ありがとうございます。